笛吹団古墳群は、静岡県八重洲市北部の高草山山中に分布する古墳時代最終末期から奈良時代前半の古墳群。解説パネル。右側は26号墳石室八重洲市、藤枝市などが広がる志田平野北部にそびえる高草山南斜面の中原に分布する。古墳分布域の標高はおよそ240から330メートルを測り、 高草山周辺の他の古墳群に比べて非常に高い場所に立地している。1959年、1982年、1993年に調査が行われており、30基を超える古墳があると推定されている。1982年に行われた県の農道敷設工事事業では、静岡県埋蔵文化財調査研究所によって10基が発掘調査され、 直径10メートル程度の噴球と、幅1メートルほどの比較的小さい横穴式石室を持つ古墳が東工線に沿って横一列に並ぶように検出された。石室内からは、水器や弾き鉄刀や鉄属などの副装品が出土し、その年代から7世紀から8世紀代という、かなり新しい時期に位置づけられる群衆墳であることが分かった。現在は、 笛吹団公園内に2機が保存され、石室を見学できる。なおこの公園は、眺望に優れ、焼津、藤枝市街と駿河湾を一望できる。ありがとうございます。